サミットは参加者登壇者スタッフウォッチパーティー会場みんなで作るイベントです誰もが参加しやすいサミットを共に考え共に作ることを目指していますお互い敬意を持って価値観を認め合いながら建設的に意見を交わしましょうそれぞれが文化的および個人的なバックグラウンドがあることを理解するように努めましょうコード・オブ・コンダクトの全文は QR コードからお問い合わせは記載のメールアドレスまたはスラックまでお願いします スポンサーの皆様をご紹介します。特別協賛。TIS 株式会社。Yahoo Japan。協賛。インフォラウンジ。UD トーク。グラファー。一般社団法人官民競争ハブ。スマートシティインスティテュートジャパン。自動処理。PWC。公演デジタル庁。経済産業省。 え皆さん、こんにちは。本日はデジタル庁サービスデザインユニットから、えー、優しいサービスを素早く届けるデザインシステムの取り組みというテーマでお話をします。私はデジタル庁でプロダクトデザイナーを務めている神園と申します。えー、主に生活者向けの行政サービスの情報デザインですとか、 今回お話しするデザインシステムの構築を担当しています。えー、今年の9月がデジタル庁発足、えー、1周年となりますので、えー、私たちが所属する、えー、サービスデザインユニットというチームも1周年となりました。えー、いつも私たちは本当にたくさんのことに取り組んでいるんですけども、こうやって人前でお話しする機会は少ないので、元、えー、デザインユニットの活動を オープンにお伝えしたいと思い、ゴッドフォー r ャ a パさんにこのご機会をいただきました。本当に貴重なご機会をありがとうございます。本日はこのような流れでお話をしたいと思います。まず、私たちサービスデザインユニットについて、簡単に自己紹介をした後、デザインシステムとは一体何なのか、デジタル庁としては何のためにやっているのか、 そして具体的にどのように活用しているかというのをお伝えします。それでは簡単にサービスデザインユニットがどの役割を担っているのか、自己紹介がてらお話しします。私たちはデジタル庁の中でも民間から採用されている専門人材で構成されたチームです。立ち上げから1年経ちまして、 えー、CDO、最高デザイン責任者をはじめ、アクセシビリティアナリスト、コミュニティマネージャーなど、様々な専門性を持った仲間が増えました。えー、最初はたった3人から始まったチームが、今は13名となりました。デジタル庁内の、えー、組織では、えー、人材プールという立ち位置で、あのこの辺にいるんですけども、 デジタル庁のこのウェブサイトで公開されている組織体制にもある通り、いろんなウェブサイト、あいろんなプロジェクトから、えー、依頼を受けて、責任のデザイナーを担当にして、えー、協業するというスタイルで働いています。当然、あのデザイナーの数よりも、プロジェクトの数の方が圧倒的に多いので、全体の戦略に基づいた優先順位をつけて、 できる限り取り組んでいるという形になります。私たちは誰一人取り残されない人に優しいデジタル化をというデジタル庁のミッション達成のためにいくつかのサービスデザインユニット独自のあの目標を掲げて活動しています。例えばサービスデザインの推進であったりサービスデザインの基盤の整備などです。 デザインシステムの構築も、これらの、あの、いくつかの目標を達成するための活動の一つとして、え、位置づけられています。え、本日はそもそもデザインシステムって、え、何なのとか、どんな良いことがあるのとか、え、そこから気になっている方も、たくさんいらっしゃると思いますので、え、海外政府の事例ですとか、え、私たちが実際に作ったものをご紹介しながら、 見ていただこうと思います。一般的にはデザインシステムは様々なウェブサイトやアプリで一貫したデザインをユーザーに提供するための仕組みとして知られています。企業ですとかサービスにおいてどんなデザインを良い人、良い,いデザインとするのかというデザインに関する基本的な考え方の部分とそれを具体的に色や形や 画面に落とし込んだらどのようになるのか、具体的に示したもの、えー、例えばスタイルガイドやパーツやテンプレートなどの大きく分けて、この2つで構成されています。日本政府だけではなくて、えー、海外政府、諸外国の政府でも、えー、デザインシステムというのは導入されていて、例えばイギリス政府のデザインシステムは COV.UK、えー、デザインシステムという名前で、ウェブ上で 誰でも見れるように公開がされています。スタイル、コンポーネント、パターンなど、デザインを具体的に示したもので構成されていて、例えば、チェックボックスは、どういう形で、どんな時に使っていいのかなどが、ガイドラインとして示されています。デジタル庁のデザインシステムも、同じように、 どの行政ウェブサイトでも使われるようなパーツ、例えばこちらに写しているようなテキスト入力フォームなどの具体的なデザインや使いやすさを保つためにはどのようなことに気をつけるべきかのガイドラインというのを提供しています。この左側の画面にあるように提供されている先ほどのようなパーツを使った画面のデザインのテンプレートというのも いくつか一緒に提供しています。このように既に用意されたものを活用していただくことで、実際にサービスを利用される方の目線では、様々なウェブサイトやアプリを同じ見た目、同じ操作で使えるようになるというメリットがあります。運用者視点でも使いやすさに十分配慮されたデザインを使って検討を始められるであったり、 それにより検討開発管理にかかる時間を減らすことができたり、利用者の方へのサービス提供までの時間が最終的には短縮できたりします。これらは利用者の方々からすると間接的なメリットとも言えると思います。ここまで一般的なデザインシステムの導入のメリットですとか、少しだけデジタル庁のデザインシステムの 中身というのをお見せしたんですけれど、この後はデジタル庁においてのデザインシステムの目的や活用方法について少しお伝えしたいと思います。まずデジタル庁におけるデザインシステムの目的は、より使いやすく、より早くお支援することです。行政サービスとして、 誰もが利用できること、つまりアクセシビリティ、そして使いやすいこと、私たちはユーザビリティとも呼んだりするんですけれど、これらの2つの品質を素早く高めるためにデザインシステムを構築しています。その背景として、日本政府の組織構造について少し触れておきたいと思います。日本ではですね、政府のサービス開発は、 各府省庁が個別に担当することっていうのがほとんどです。個々の動きがです、ね、その分速くなるというメリットもあるんですけれど、一方で品質が縦割りなのでばらついてしまったりとか、それぞれの組織同士で知見を共有しにくくなるというデメリットもあります。結果的にです、ね、サービスの操作性ですとか、見た目がバラバラで、 え、利用者の方が迷ってしまうような表記ですとか、こう、表現の揺れというのが発生しやすい状態となってしまっています。え皆さんももし、あの、オンラインで、行政手続きをえされたことがある方はですね、あの、突然、全然違う、こう、色味のウェブサイトに飛ばされてしまって戸惑ったりとか、えー、あるいは、その、ページによって、 言葉の表記が違って迷ってしまったりしたことがあるんじゃないでしょうか。そういった背景から様々なプロジェクトのデザインですとか開発の過程で得られた知見を集めてデザインシステムとして各省庁に提供することでこの縦割りの組織構造のデメリットを補おうとしています。具体的な 例を一つ挙げると、えー、先ほどのような入力フォームを作りたいとなったときに、えー、誰もが利用できること、アクセシビリティというのを担保するために守らなくてはならないことですとか、あと実装しなければならない機能というのは、えー、大体どの不省庁も同じです。それは参照しているアクセシビリティの日本標準ガイドラインというのがもう全く同じものだからです。今まではそれぞれが 同じガイドを見て、どんな入力フォームにしたら基準を達成できるのかというのを検討していたところを、もうすでに、あの、ある程度検討した状態で各省庁に配布してしまおう。そうすることで、使いやすさとサービスの提供の速さ、両方高めようというのがデザインシステムの取り組みになります。ただ、 今挙げた例のようにデザイン素材の提供だけでは根本的に解決ができない課題が多いのも現状です。行政サービスの、えー、行政サービスの開発では、えー、この図のようにデザインがこう後工程になってしまう場合があるからです。行政サービスの立ち上げや、えー、改善の比較立案がまず、 でシステムの要件をこの段階で、要件をできる限り詰めないと、プロジェクトの進行管理ですとか、責任の素材が曖昧になってしまうので、デザインの工程が始まる頃には、使用が多かが決まってしまいます。そして結果的に、 いくらこの後工程のところでユーザーテストをしても解決できない課題が発生してしまうことがあります。そういったことを防ぐために企画段階でのデザインシステム導入及び適切な検証プロセスの検討を推進しています。最初の企画段階で必要な人材や活用できるデザイン素材、えー、つまりデザインシステムの 適用範囲というのを相談して、そこから要件提起に進んでいただく。必要であれば、要件提起の時点で、需要性ですとか、課題の仮説検証も行っていただくと。そうすることで、そもそもの仕様に欠陥があるという状態も防ぎやすいですし、デザインシステムから提供されたデザイン素材をこの調達の後の工程では使うので、デザイン実装、 また、ユーザビリティとかアクセシビリティの検証テストですね。こちらをより効率的にしようというふうにしています。そんなわけでですね、あのデジタル庁のデザインシステムでは、今お伝えしたような、いつどのようにデザインをこう導入すべきかというのの手引きと、すぐにデザ、すぐに使えるデザイン素材の2つで構成されています。 え先ほどご説明した例はすごく綺麗にできた場合の適用例だったんですけども、えー、実際はそんなに簡単にこう進まないというのが正直なところでしてプロセスに関してはサービスデザインチームのデザイナーがそれぞれのプロジェクトに入っていって検討していることもすごく多いですしアセットも同様で足りないものというのはそれぞれの プロジェクトに、プロジェクトのデザイナーに作り出してもらって、逆にデザインシステムに取り込むということをしてもらっていることもすごく多いです。今はそんな状態なんですが、ぜひ導入したいですというふうに言ってくださるプロジェクトもありますし、デジタル庁の戦略上、優先度の高いプロジェクトには原則適用を必須としてますので、そういった方々との 協業を通して少しずつ誰もが活用しやすいように育てていきたいというふうに思っています。最後にですね、えー、最近適用が始まったばかりのデザインシステムなんですけれど、具体的な活用,き活用例をお伝えできた方がこうよりどんなものかがこ想像しやすいかと思うので、サービスデザインの施策に活用された例をご紹介します。 今年の8月1日にデジタル庁から行政サービスのオンライン窓口であるマイナポータルというサービスの使いやすさ向上のための取り組み予定というのを発表しました。デジタル庁のノートでも詳細をご紹介してますので、興味のある方はぜひご覧ください。発表の際に紹介したこちらの新しい右側の画面デザインでは、 デザインシステムを活用して作られた施策の一部というのがこう紹介されています。あらかじめ用意されていた色や文字のスタイルを用いて施策を素早く行ったというのが最近の一番わかりやすい活用例となります。このデザインシステムの施策への活用というのもぜひトライしていただきたいことでして、なぜなら え、施策が早く作れるということは、デザインが多くの人の目に触れて、議論を生んで、共通認識を作るサイクルというのをより多く回すことにつながるからです。こんな体験を目指したいんだとか、こんなふうに変えられたら課題が解決できるかもしれないとか、特にデジタル庁の中では、普段仕事の進め方が全く違う民間人材と行政人材が一緒に 働いているので、こういった議論を円滑にするために、どんどんデザインシステムを活用していただきたいと思っています。以上ですね、あのデザインシステムとは何か、何を目的に作っているのか、えー、どう活用できているのかというのをご紹介しました。最後にまとめに入りたいと思います。行政サービス開発の より使いやすく、より早くというのを支援するためにデザインシステムを構築しています。今年の夏にようやくデジタル庁内で適用が始まりました。サービスデザインの手引きとすぐに使えるデザイン素材の整備と推進をこれからも進めていきます。 えー、そしてですね、今ここでお話ししている理由として、あの、サービスデザインユニットの取り組みをオープンに伝えるためと、えー、冒頭に申し上げたんですが、デザインシステム自体も、市町庁の外の方、つまり自治体の方も使えるオープンなデザインシステムというのを目指しています。えー、公開ができるように準備を進めているところです。 できるだけ急いで準備をしているのですけれど、えー、実はまだまだこうサービスデザインユニットでは、えー、仲間が足りておりません。2022年今年の9月時点でこれらのデザイン職への応募,、えー、応募がオープンしています。どれもですね、あの専門性が高くてあのやりがいも大きい職種ばかりです。 デジタル庁のウェブサイトの採用情報から一覧が見れますので、興味のある方は募集要項だけでもぜひご覧いただけると嬉しいです、はい。それでは本日はお忙しい中、ご視聴いただきましてありがとうございました。